アイテム番号 SCP-72JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-72JP は、その性質上 I5 サイト群所属の無人島にある I5 サイト8160に収容されています。人的損失を避けるため、島内のサイトから半径 1km 以内は職員、非職員に関わらず、実験に伴う D クラス職員以外の女性の立ち入りを禁止しています。そのため、サイト内の職員は全員男性で構成されています。SCP-72JP-1 に対しては観測機器を取り付け、通常と異なる変化が見られた場合には全てサイト管理者へ報告を言ってください。なお、I の形一覧に記載されている SCP-72JP と類似した外見の未収容の物体を発見した場合、異常性の有無に関わらず予測影響範囲の封鎖の後、収集化作戦が実行されます。回収後は I5 サイト8160へ移送してください。説明 SCP-72JP は、黒色の御影石に類似した素材の高さ 2.1 メートル、重量およそ 220kg の像で、二人の融合した人間を簡素化したようなデザインとなっています。前衛芸術家、詩、口述の作風と酷似しており、密接な関連性が推定されています。SCP-72JP を中心とした半径720メートルの空間内で、かつお互いに素肌部分を直接接触させている男女の肉体は、全身が融合し様々な素材の像、SCP-72JP-1、へと再構成されます。これらの像も、氏の作品と酷似した、簡素化された人体が融合したデザインとなっています。この融合は、両者が互いにある程度の好感を持つ場合に発現します。B クラス職員の実験により、互いに好感を持っていても目隠し状態での接触。偶然に伴う接触では融合は起こりませんが、一方でほんのわずかな好感。例として同じ D クラス職員としての共感。互いへの良い伝聞、単純な顔や体型の好み等も融合の要因となり得ることが判明しています。SCP-72JP は198年7月9日、東京都市内の自然公園の中心に突如出現しました。それに伴い、13人の一般市民が影響を受け、5つの SCP-72JP-1 へと変化しました。発生から2時間後、公園内はカバーストーリー、不発弾除去のため閉鎖され、目撃者には A クラス記憶処置が行われましたが、閉鎖中に公園外の道路と近隣ホテルでも2個体の SCP-72JP-1 が発生したため、さらに周囲 1km 以内の近隣住民を退避させる措置が取られました。SCP-72JP-1 へ変化する瞬間の目撃情報と、現地での D クラス職員による追加実験により SCP-72JP の部分的な効果が実証されました。しかし、影響範囲の妨害措置は施すことができなかったため、2日後財団所属ヘリコプターによる I5 サイト8160への吊り上げての移動が実施されました。以後のサイトでの2メートル四方の鉛塊への埋設、ファラデーゲージへの収容を含む実験によっても、影響範囲の縮小は成功していません。氏は前衛芸術家として80年代初期の一時期、新鋭の若手として注目されましたがすぐに忘却され、編集病の傾向が強くなった以後は交友関係もなく、隠遁生活を送っていたとされています。SCP-72JP 出現の2年ほど前からは近隣住民にもほとんど姿を見せなくなっていました。SCP-72JP の事件後、関連性の調査のためにエージェントが自宅兼アトリエを訪問しましたが、死を発見することはできませんでした。アトリエの作品、作成途中の作品はすべて破壊されていました。同時に発見された、愛の形、と記載された構想ノートは、激しく損傷していましたが SCP-72JP に酷似した作品案が描写されていました。これをもとに、愛の形一覧、は作成されています。これまで売却された詩の作品のうち、
所在の確認できたものはすべて行方不明になっています。また、購入者、所有者とその家族の4割となる、名も、その後作品と共に行方不明になっていることが判明しています。ホイーチ SCP-72-JP-11 欄、素材となった犠牲者は遺留物より想定、後の測定により、SCP-72-JP-1C 以外のすべての SCP-72-JP-1 の頭部は、脳波に類似した電気信号を発していることが判明しました。SCP-72-JP-1 の変質の規則性は不明ですが、通常の物理手段で破壊可能なことが実証されています。SCP-72-JP-1A、公園内、大学生男女、白団と黒団とで構成されており、常に湿潤状態。SCP-72-JP-1B、公園内、母子主張により男児を妊娠中の女性と判明、入れ子状のガラスで構成され、内部は濃度の異なる2色の液体が流動。SCP-72-JP-1C、公園内、社会人男女、塩化ナトリウムの結晶で構成、移動時に崩壊し、以後異常性を示さず。SCP-72-JP-1D、公園内、社会人夫婦、青銅製、収容以後錆び続けているが質量の変動はなし。SCP-72-JP-1E、公園内、父親と2名の幼稚園児の姉妹、凝固した糖蜜で構成。1ヶ月に1センチメートル程度重力方向に関わらず変形。SCP-72-JP-1F、近隣道路、小学生の兄弟、カワセミで構成。特異性は判明せず。SCP-72-JP-1 グラム、近隣ホテル内、社会人男性と女子高校生、アスファルトとカッテージチーズの混合物、緩やかに振動。SCP-72-JP-1、H、N、主に I5 サイト、8160、B クラス職員男女実験により発生。詳細は別資料 SCP-72-JP-1 クラス D を参照のこと。ホイニ構想ノート、愛の形、の復元。メモとして記載された読解可能な部分を抜粋。5.3、テーマ。男女の本能による性愛。判別不能。普遍的な。それ以外の。表現。×5.18、判別不能。じゃすぐに飽きられる。相手は、判別不能。僕自身が愛を知らない。保存。性的なメタ表現。醜悪なカリカチュア。愛されたこともない。あんなのとは違う。だから表現できない。判別不能。からこそ表現したい。素材的には三角。判別不能。の残骸。処理に困る。判別不能。男根主義者と異性への恐怖心から。破損。自己嫌悪。自発的な陶酔。6.23。理解者は生まれ変わるべきだったって。すごい。くだらない。判別不能。7.6。僕は会った僕とあの女に会った。愛ってのは楽しい狂気。判別不能。大丈夫ですか？破損。彼と僕の理解者にも。僕の真意の。判別不能。7.8。僕たちには真の愛を。愛に狂う意図。それこそ、